馬産地の日高の浦河町で馬の蹄につける蹄鉄作りとその取り付けの技術を競う大会が行われています。浦河町で毎年開かれている装蹄競技大会、馬の蹄を保護する蹄鉄を作成する技術や馬に応じてどのように装蹄するかの方法を判断する能力を競います。今年は道内の牧場で蹄鉄の管理などをする認定装蹄士の11人が参加しました。高温に熱した鉄の棒からそれぞれの馬の蹄の形に合わせて前足か後ろ足いずれかの蹄鉄を30分足らずで作り上げました。午後からは馬に蹄鉄を装着する技術を競います。この大会の成績上位の5人は10月に栃木県で開かれる全国大会に出場します。